日本鹿児島県いぶ市、山川大山山川大山は、鹿児島県いぶ市の大座。旧栄軍山川郷大仙村、いぶすき軍山川村大技大仙、いぶすき軍山川町大技大仙。人口は1010 10人、世帯数は415世帯。郵便番号は1400番地から1717 17番地までは891-0614、その他は891-0514である。 イブス市の南部、うなぎ池の南岸に位置している。アザ駅の北方から東方にかけて、山川都市長、西方には、山川商船、山川成川、山川浜千代が水、東方には、海門千田、南方には、山川岡千代が水、海門川尻にそれぞれ隣接している。アザ駅の南部を、国道226号、 イブス枕崎線が並行して東西に通っており、イブス枕崎線の駅としては、大仙駅及び、JR 日本最南端の駅である西大仙駅が設置されている。国道226号の長崎美交差点から、鹿児島県道242号川尻浦、山川線が南方向に通っており、地域の中部を、鹿児島県道241号大三階門線が、 東西に通っている。阿佐駅の北部には和潮学、中部には辻の竹がある。主に畑作を中心とした農業地域である。大仙という地名は、江戸時代より見え、薩摩国営軍山川里のうちであった。村高は、天保豪町では1627国余り、急行丘陵取調べ町では940国余りであったと記載されている。 1889年の町村制志向により、江戸時代の山川座との区域より、山川村が設置され、それまでの大仙村は、山川村の大技、大仙となった。また、大仙村は、英軍の区域内であったが、山川座との内岡寺が、水村、大仙村以外の村は、イブスキ軍に属していたため、町村制志向以後は、イブスキ軍に属することとなった。 1930年には山川村が調整施行し山川町の大技となった。1960年3月22日に日本国有鉄道伊ぶすき線の山川駅から西栄駅までの区間が開通し、時期内には大仙駅及び西大仙駅の二駅が設置された。2006年1月1日に山川町が伊ぶすき市及び海門町と新設合併し、 申請のイブスキ氏となり、大和名はそれまでの大和名に自治体の名称を冠したものに解消することとなり、大技大戦はイブスキ氏の大和、山川大戦となった。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。大戦駅、ありがとうございます。